アウグストフォンスナルクランド、グランシー男爵アウグストルートビヒフォンスナルクランド、グランシーは、スイス出身のドイツヘッセン大公国の軍人、帝神。男爵。ヘッセン大公妃ビルヘルミーネの愛人であったとされる。ローザンヌを本拠とする、貴族家紋。 スナルクランド・グランシー家の一員であるセザール・オーギュスト・ド・スナルクランド・グランシー・ダ爵シャクと、その妻クローディーヌ・ドロリオルの間の長男として生まれた。ヘッセン対抗国の軍隊に主官して長く、軍人としての経歴を築き、陸軍少将及び対抗家の旧社長にまで昇進した。1810年代末より、主君のヘッセン大公ルートビヒニ世の妻、ビルヘルミーネに、自重として、 使えるようになった。大公費は1809年に第2子を出産してからは夫と別居していたが、1821年以降、さらに4人の子供を産んだ。大公費の産んだ下の4人の子供は、表向きは不君のことされたものの、ジップはスナルクランだという憶測が、ヨーロッパ諸国の君主、閣僚、大使たちの所管の間で飛び交った。 以下の四人の代行士、代行女が、スナルクラムをジップとすると考えられている。後に、伯爵令嬢、ルイー・ゼホニ・エッティング・ウント・フィュンストシテッテンと結婚し、三男三女の子女を設けた。次男のルートビヒホン・スナルクラム・ドグ・ランシーもヘッセン、大公国の高級官僚となった。ありがとうございます。